駅名標1977年の南下沼かり、上降場の状況。周囲約500メートル範囲。左上が、稚内方面。ホームの稚内側に、踏切があり、その手前左手に、水色屋根の待合室が見える。その先の湖線橋は、国道40号。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成南下沼駅は、北海道手塩群幌延町麻下沼にあった、北海道旅客鉄道宗谷本線の駅である。電報略号は未死。利用者禁止に伴い2006年3月18日に廃駅となった。廃止時点で、単式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは、線路の南西側に存在した、分岐器を持たない、防線駅となっていた。 仮上工場に羊を持つ無人駅となっており、駅舎はないがホーム出入り口付近に待合所を有していた。待合所はトタンバリの建物であった。ホームは木造ではかない方にスロープを有し駅施設外に連絡していた。いわゆる秘境駅の一つに数えられていた。当駅の所在する地、下沼の南に位置していたため、南を冠していた。 かつては、隣駅の下沼駅から東駅そばの小、中学校年3月並行への通学に使用された。南下沼かり上降場に関するカテゴリー、ありがとうございます。